な匂いばっかりする。およそ700メートル。肥料の匂いしかせん。空気が肥料。空気が肥料。あれあれこそあ違うな形ちゃう。朝は。そうでもない。要は見放題。見放題ってあそういう意味の見放題。ヤンバ見放題無料展望台あるかと思うんですけども手持ちですよね、顔出しパネルあるで何になるのあれちょっと待ってくれあさま酒造のお酒を貯蔵してんねあそこにあのトンネルの中にあはい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 さっきの金こんなとこまで行ってはないのほんとだあそこさっきおったとこDCU のロケ地やって何 DCU?あの阿部寛また怖いでそっち行ったアリス。あめっちゃ怖い。めっちゃ怖い。これは怖い。バーカー怖い。めっちゃ怖い。あ怖い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 。ほら水が出てる。えそうちゃう知らんけど。もうめっちゃ怖い。もう赤もう無理。ほんまに無理。真ん中あるから無理。あの線の あの線を自転車でずっと行くんだってあそこに吾妻橋ヤンバ駅って書いてある見える下あほんまやちょっと興味で、あそこから自転車に乗って線路自体こいで25分したら、あっちの反対側にへえちょっと面白そうだけどありすらだからな3人乗りで3000円25分こいで、これ酒の貯蔵庫多分アリスお酒の匂いするなあこれかこんな感じのヤンバダムの貯蔵酒っていうのがあるらしくて限定販売でめっちゃおるやんアリスサロールであれ子供かな。ちっちゃいのな。アイスが入った。どんなに。あ、破れてる。あ、めちゃくちゃ。ある設定がなんかもう食べ物がいっぱいあるのかなって。そうでもない。
ほんまや、3000もするわ。なんやな、あ、裏庭でワンちゃんと一緒にお食事もできますって書いてあるね。うん、なんか買って食べる方がいいな。けどもキッチンカーあれしかない。とりあえず帰りの方向に向かって、確かにお昼ご飯ゲットならずでした。朝間酒造観光センター、うん、あ、雪長かった。何これ、あ、そうなん、マジでめっちゃかっこいい。あ、これ浮くやつなの。ああ、サザンウルス。いや、なんか確か3000円。あ、いいあるで。いらん。高い。確かに。どうや。出てきた。あるやん。しております。いかがでしょうか。なんで生どら焼きなんやろ。何が生なの。生地が生なの。おいしい。なんで生なのかって生地は作りたて。うん、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 やっと正解見つけた、うん、ここ一回寄ってみたかったよ、前回来た時も、うん、何やろうなと思って。なんか帰ってきたらお土産じゃないよ、うん、おやつ、うん、